ごきげんよう、エブリワン、ゴーイングマイウェイ、キララです。今目の前にはですね、ちょっと自分でもちょっと緊張しています。かなりこの中に60万円する絵が入っています。実際まだ実物見ていません。ちょっともうノーカットで今から開けたいと思います。怖い。とりあえず、ね、ちょっとカメラこれ撮りながらでなんですけど、ちょっと、ね、よし、開けました。はい、まあ厳重にこうやって保証書と等が書いています。入ってますね。まあちょっとこの辺はまあ差し置いて、もう一枚めくります。あ、ちょっとやばい。どうしようマジで。ちょっとなんかもううっすら見えてるんです。もうこの時点ですとんでもないんですこれ。ねえ、わかるでしょう。カメラ越しでもこの良さは絶対にわかるでしょ。いいのこれ剥がして。どうしよう。なんかもう額もすげえ立派なんだけど、これね、実際にねこうやってこれ本物見たんですよ。自分本物見ていいなと思ってこれ買ったんですけど、あー怖い怖いよ。では今から見せたいと思います。3、2、1。はい、今私はカメラの画像を見てるんですけども、冷静ではいられません。ということで、ちょっとこれで終わりたいと思います。すいません、なんかちょっとおかしくなっちゃいそうです。はい、ということで、生まれ変わったら桜の下で会いましょう。キララでした。で、これ改めて言うんですけど、これヒーロー月さんの、月の道という絵なんですけども、これはですね、この前の、R ジュネスさん主催の、神絵祭、彩りの、池袋の方で開催されたやつね、初めて出展した版画なんですけども、そうですね、これ、パッと見て、わ、すいません、これ見たいっすって言って、何時間ぐらい見ただろう、これ。かれこれ、結局、その初日で、もう4、5時間ぐらいずっと見てて、まあまあ、でも明日も行くんでってことで、まあちょっと保留して、で結局最終的にまあすっごい悩んだけど、やっぱり買いました。もうこの絵を我が物にしたいと、もう心から思いましたからね。はい、いやでもね、こういうね版画私ね見るの好きなんですけど、まあたびたび見に行くんですけども、いやーいざね、手にしてしまったと思ったら大事にします。はい大事にしますって当たり前だろお前つわけで、まあ Going My Way キララ史上人生最大の買い物ですね。はい、の方をまあ終えたいと思います。
なんかすいませんね、この無言タイムの時間がすごく多くて。でもね、これね、本当は生で皆さんに見てもらいたい。うん。なんでね、皆さんもぜひ機会があればですね、R ジネスさん主催のその神絵祭なり、コミック軸中中心という、まあ、その、そうですね、店自体でも、そういう版画の方、展示されているので、そちらの方、見る分には無料なので、皆さんぜひ、まあ、気軽に、そうですね、見てもらって、はい、良さを堪能してもらいたいと思います。もう、もはやですね、芸術の域ですよ、これは、本当に。言ったら、はい、もう、言ったらもう本当にその結構なんて言うんでしょう、そのまあラノベとかの表紙扉絵とか、まあその辺で有名になられた方が版画で、まあ、出してる方とかもおられますし、まあまあ見方によれば、そうですよね、なんかちょっと萌え寄りのまあ絵もあるんですけど、こういったもありますし、そうですね、でもやっぱり自分に合ったその運命の出会い一枚というものは絶対あると思いますので、そうですね、うん、皆さんも一度では、ということでこれで締めたいと思います。生まれ変わったら桜の下で会いましょう。キララでした。